はいどうも、恐竜のニキちゃんです。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ今回なんですけど、これね、淡々とね、このミッション、これね、イベントのミッション、これやっていくんですけど、まあ、僕ならね、どういう立ち回りをするかっていうのをね、ちょっとお見せできればなと思います。はい、じゃあ行きます。まずね、これ、途中からなんですけど、ミッキー&フレンズシリーズを使って1プレイで積むを150個消そうってことで、どれがいいかな。150個だもんね。でね、僕はこういう時は、基本的にスキル順にします。はい。立ち回りですね。このスキル順にして、スキルが高い順から、今の気分でどれが使いたいかっていうのを探します。はい。まあね、あとは楽な積む。結構いいよね、楽な積む。こう、チャーム積むとかさ、めちゃくちゃ使いやすいからさね。まあ、じゃあね、このイースタークラリス使っていきましょうか。でね、絶対強要アイテムは使います。これはね、プレイの、ね、モチベーションを上げるだけじゃなくて、実際にね、やりやすいっていうか楽しい、っていうのですかね。やっぱりね、快適さは必要じゃないですか。これマジで強いんだよね、このイースタークラリスね。本当にね、ほらループしちゃった。もうこれ秒で、これね、ミッションクリアしちゃいますよ、これ。はい、もう終わりでーす。はい、クリアー。やばくない？これ。普通にね、強い。どんどんどんと。はいはいはい。こんな感じでね、どんどんやっていきますよ。よいしょよいしょ。いいね、タイムボムも来ちゃってね。いいねいいね。いっけー。これが強いんだよね。でね、積極的にボム狙っていきましょう。8個以上か7個以上ね、7チェーンか7チェーン以上するとね、積むできるんで、積むじゃなくてボムができるんで、それはね、狙ってやっていきます。今のはね、ちょっとミスったんですけど、フィーバーインって言って、フィーバーが終わった瞬間にこうフィーバーまた入れるっていうね、やつをやるとね、スコアがね、伸びたりとかして、すごい効率よくプレイできるんですけど、今ちょっとね、ミスっちゃいましたね。はい、まあね、今回はこういうなんか小ネタとかをね、こう話しながらやっていければなと思います。よかったらね、チャンネル登録本当にお願いします。今ね、チャンネル登録伸び悩んでて、どうすればいいかなってね、すごく試行錯誤しながらね、やってるんですけど、これね、まあむずいよね、やっぱり。もうね、とにかくやるしかないなと思ってます。はい、止まっちゃいけないなっていうね。まあやり続けてればさ、なんか見えてくるじゃん、実際にね。やっぱ継続は力なりっていうでしょ。なんか思ったより今回稼げてないな。まあね、深くは考えずに、プレイしていくのがね、まあ楽しくプレイするのが一番ですから、やっぱりね。めちゃくちゃプレイ大変なのにね、まあでもいいのか。めちゃくちゃ大変だけどコイン稼げれば、まあそれはそれでいいか。一番嫌なのがね、プレイも大変でコインもスコアも稼げないっていう積む、スキル演出がやたら長いやついるじゃないですか。あとなんかいちいち一手間必要な積む、スキル使うのに一手間必要な積むって絶対いるじゃないですか。あれね、めんどくさいよね。なんかリズムに合わせてこう画面タップしたりとかさ、あとなんかお絵かきしたりするやつとかいるじゃん。なんだっけな、マグカップグーフィーみたいなさね、マグカップのなんかキャラクターとかさ、ああいうのもね、結構大変で。まあ OK ね、こうやってクリアしていきます。いいね、ミッキー&フレンズはね、結構限定されるんですけど、まあ強い妻はね、いろいろいるんでね、まあ1プレイで3回フィーバーしようってことで、まあどうしよっかね。これもね、使いたいツムを使っていくんですけど、あ、これね、これおすすめですよ。バネロッペね。これもね、個別で動画にしようと思うんですけど、ちょっとこれでもね、紹介します。バネロッペね。これね、スキル使った時の音が好きなんですよね。ビビビビビっていうね、バリバリバリっていう音がね。よいしょ。あれ、まだ発動できないか。はい、行くよ。この音が好きなんですよね。
なんかいい音じゃない？いい。でね、強いっす。うん、普通に強い。しかもジグザグに消す系なんで、なんていうのかな、限られたミッション、このイベントとかでよくあるミッションでジグザグに消す、ツムを使ってなんとかしましょうみたいなやつでもね、すごく優秀で、すごい使えるツムなんで、うん、使い勝手はね、もういろんな使い方があるかなと思いますね。うん、いい。あ、でも繰り越ししたいね。まだ繰り越し一回もできてないな。やっぱりね、ツムツムって繰り越しっていう、スキル使った後のこのスキルのたまり、うん、まあスキル繰り越しっていう技があるんですけど、それがね、マジで重要なんで、これはね、コイン稼ぐにしてもスコア稼ぐにしてもどっちでもね、重要になってくる、スキルですね。まあこれはね、プレイヤースキルに依存しちゃうんで、PS ってやつですよね、うん、PS プレイヤースキルに依存しちゃうんで、やっぱりね、うん、練習あるのみですね。練習っていうか、まあ、意識の問題っていうのはありますよね。うん、やっぱりね、どれだけ練習しても、うん、意識ができてなかったら、やっぱりできるものもね、できないんで。あ、ちょうどね、12時になっちゃいましたね。もう眠いなと思ったらもう12時だった。はい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 。OK。はい、ゾーン。ビリビリ。ビリビリ。OK。いいね。はいはい。いいね。バネロペちゃんね、これ可愛いしね。うん。推しです、推し。はい。いいね。どん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 。どん。あれ？オッケー。これでフィーバー入れるでしょ。いい。お、いいね、もう一回打てた。結構ね、バネロペちゃんもね、まあ、まだ、なんていうのかな、結構古いツムなんで、まあ、コイン稼ぎもね、まあ、あんまり今のツムと比べると優秀じゃないんですけど、まあ、でも、それにしてもね、まあ、最初の方、初心者の方たちからしたら、結構稼げるツムにはなってくると思うんで、うん、おすすめかなって感じですね。お、いいね。大きなツムを合計5個消そう。ああ、これいいね。これね、あれですよ。あれ。わかるでしょ、皆さん。大きいツム消すミッションでね、一番使えるツム、それはね、まだ出てこないな。どこだ、どこだ、あれ、どこ行った。あ、いた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 。あ、スキル4だったんだこれ。はいはいはい。これね、ブーちゃん使っていきます。ブーちゃんでね、えぐいチェーンできるんですけどね、これは皆さんご存知だと思うんで、まあね、見ていて、見てれば、見ていただければわかると思います。はい。スキル溜まるのがね、ちょっと遅いよね。こういう時は、まあでもね、基本的にこのツムスキル1回しか使わないんですよね。うん。だからね、まあ、そんなにね、スキルダメ焦ってする必要もないかなっていう感じですね。むしろこのブー以外のツムを画面上から消すっていうのが最優先項目になってくるんで、これがね、なかなか、うん、大変な作業だね。ギリギリまでね、制限時間ギリギリまでね、こう粘っていって、うん、あとはプンバ消えればいいかな。あー、無理だね。そしたら青い扉をタップします。はい、行きまーす。これね、全部サリーになるんですよ、これ。はい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 。あれあれあれ、あー、やっちゃった。これですよ、これ。やばくない？これ。うわー、やばい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 。あー、オッケー。いいね、気持ちいい。うん、やばいね。5個どころか32個消せましたよ。何がもらえんだこの。ああ、レベルチケット、まあまあありがたいね。うん、
サブツムね、皆さん育てるのはマジで大事なんで、1億スコアね目指してる人とかは、もしくはね高いスコア目指してる人は、やっぱりねサブツム育成はマジで大事なんで、頑張ってください。ということでね、今回はとりあえずねこんな感じでちょっとやってったんですけど、皆さんもね、ちょっと待って、戻れないのこれ。これで戻れるか。はい。じゃあね、今回はこんな感じでね、ちょっとミッションどんな立ち回りでやるかね、ちょっとお見せしていったんですけど、もしね参考になれば高評価、コメント、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。恐竜ニキでした。バイバーイ。